こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、リズムトレーニングということですね。僕の一番最初の先生が練習をするときに必ずグループでね、これを必ずやらせてたんですね。で、まあチェンジアップチェンジダウンって言って、でこれのリズム感私悪いんですよっていう人たちってやってもらうとものすごいこれぐちゃぐちゃになるんですよ。でこう得意なリズムじゃなくて苦手なこう音符とかが入ってくると、やっぱり今どこにいるか分かんなくなる。だこれが結構トレーニングにはすごくいいのかなと思います。なので今日はドラムセットじゃなくて、こうやって膝をこうやって叩くだけで、上手くなるという、そういう形ですね。メトロノームがあって、まあ、メトロノーム携帯に入りますからね、そんな感じで、使っていただければいいかなと思います。じゃあ練習の順番、一応ドラムセットで模範をやりますけど、その後メトロノーム鳴るので、それに合わせてこう膝とかを叩ければそれで十分練習になると思います。それではやっていきますね。はい、それではまずレベル1です。これ8テンポ80なんですけど、60ぐらいでやってもらっても全然構わないかなと思います。であんま早くない方がいいですね。早いとごまかしちゃうんで、ゆっくりの方がいい。80ぐらいがいいかなとは思っております。で、80でやります。で四分音符、これは全部手順が交互になります。右左右左ですね。なので、膝を1212って叩いてもらって、でここの下に書いてあるこのこれが右足なんで、右足はこの足をですね、全体的にドンドンでやるとうるさいので、家でやるときはドン、足の先をこうやってどっかでこう箱を感じてくれてれば全然大丈夫です。これ左手足でも別にいいんですけど、まあドラムそれができたらね、ドラムがパッてできるようになるので、右足やってみましょうね。これ右足です。上が手になります。なのでテンポ80っていうメトロノームを鳴らして、それをメトロノームと足をぴったり合わせて、最初1番からいくと4分音符、足を踏みながらね、8分音符で16分音符で、たった戻ってきて、タン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 、うんというふうにやります。はい、これ模範でドラムでやってあるので、その後に、メトロノームがかかって譜面がピッて出ますから、ぜひチャレンジしてみてください。まずレベル1をやってみましょう。はい、レベル2になります。はい、レベル2はどうなるかと、ここに3連符っていうのが入りますね。この3連符っていうのは何かっていうと、タッ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 、ポイントはですね、この3連符やるとですね、どうなるかというと、ここに右左右左右左右、足と合うのが右と左が逆転します。ここだけね、まあ1もそうじゃん、1234も一緒になる足が交互になるので、奇数の時は必ず、右左交互になります。でこのポイントはですね、言葉を当てはめるとうまくいきます。日本語は特によくてね、犬猫タヌキウサギタヌキウサギキツツキイノシシキツツキイノシシと、一応動物バージョンを作ってみました。こうやって、文字をどんどん増やしていく、なんかこう当てはまるやつがあればいいかなっていうふうに思います。で別に犬だけでもいいし、タヌキ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 キツツキキツツキでも構わないですが、なんか言葉を見つけてもらって、結構たくさん調べたね、いろいろやってみたんですけど、これ、非常にいいと思います。これを基準に、ポイントは言葉を当てはめましょう。3連が入ってくるとね、やっぱり次元が急にカッ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 カカカカカカっていうのがすごいなんか異次元のリズムに聞こえるので、これの切り替えがうまくできると、で上降していく時よりも下降していく時の方が難しいです。だからチェンジダウンの方が難しい、チェンジアップっていう名前ですけど、アップしてって16から3連に戻る時に結構みんなも遅くなりきれない、3連から8分に行った時に遅くなりきれない、これがポイントです。これを、ゆっくりのテンポ80でやってみますけど、70とか60でメトロノームで練習してもらうといいかと思います。それでは、模範演奏とメトロノーム流れるのでやってみてください。
はい、レベル3になります。レベル3までがドラムでもすごくよく使う音符ばっかりです。なのでここはもうほんとマストでできなきゃいけない。がもう楽器をやってる人はみんなマストでできた方がいいっていう感じですね。まあリズムの練習にはとてもいいですが、6連符っていうのが入ってきます。で6連符はタカタ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 っていう風に考えてもらっても構わないです。だから8部から3連に行くのの16のこれのまた3連に行くっていう風に考えてもらってもいいですが、僕の経験上はこの言葉を当てはめた場合、おにぎりおにぎり、月見うどん月見うどん、これでもいいんだけど、イメージ的なおにぎりおにぎり、こう右左右左って言ってるから、担々麺担々麺、テントウムシテントウムシ、タッカ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 、担々麺テントウムシ、おにぎりおにぎりっていう風にした方がうまくいくかなって感じがしますね。で6の場合はこれはずっと右一方通行なので、3連のとこだけですね、3連と四分音符の時だけ左右交互になりますが、6連符で上がっていって16にまで、ここがすごい難しい。だから練習するときはタッカ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 タカタ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 タカ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 、要は222の6か33の6か、どっちでもできる方がいいんですが、これは曲の中でどっちで同時混在することがすごく多いので、どっちもできた方がいいです。ただ練習するときは自分でやりやすい方で、でここ上に上がってって下に下がっていく練習ですね。難しいですがぜひやってみてください。では模範演奏とメトロノームでやってみてください。レベル4になってきました。さすがにレベル4でしょ。今度は5連符と7連符が入ります。ここで5と7がね。でこれ普段あんま使わないです。ただその5連符とか7連符っていうのは、要は一拍の中に 1,2,3,4,5,6,7,8 とつなげたい、滑らかにつないでいきたいということですね。でこう5連符とかになってくるとドラムの人はタカタカタタカタカタ、頭にアクセントつけがちですけど、全部同じで足だけでリズムをこうね、ビートをやってて頭拍でカキッカキッってテンポが変わっていくっていうのが理想です。僕もできるだけそういう風にやってます。でただ最初のうちは仕方がないです。5連符とか6連符とかね。で言葉で当てはめます。で言葉はですね、僕が教えてもらった角千佳子、僕大好きな女優さんなんですけど、角千佳子、男女七人夏物語ですよ。何度ももう本当に本も読みましたしね、僕もビデオで何回も見ましたけど、さんまさんかっこよかったし、角千佳子さんすっごい可愛くて、まあそんなことはいいんですけど、今の若い子に角千佳子って全然わかんないんです。角千佳子さんがね、角千佳子さんの元旦那がタクマシンなんで、両方5連符だと、角千佳子タクマシン、しかも2332でしょ。だからちょうど練習にはいいんだけど、皆さん知らないんで、一応ハリネズミ、さっき動物シリーズ来たからハリネズミ、アルマジロ、2,3 の方が、チェンジアップしやすいし、チェンジダウンもしやすいですね。で7はブタブタコブタって教えてもらいました。これやりやすい。あとね、竹やぶやけたもあるかな。ここに竹やぶやけた、だからどっちでもいいです。竹やぶやけた223がやりやすいかな。だからブタブタコブタもやりやすいですね。でフライドチキン、鍋焼きうどん、トリケラトプス、ヤンバルクイナ、食べ物シリーズ、動物シリーズで作ってみました。あとね、3,4,5,6,7を僕うどん好きだから、うどん、すうどん、ころうどん、ころうどん、かすうどんでもいい、かすうどんで、月見うどん、鍋焼きうどんっていう風にやっても構わないですね。
という具合にこうやってやっていただきたいなと。で、ポイントはやっぱり16から5が難しい。なのでおにぎりおにぎりエビフライエビフライおにぎりおにぎりエビフライエビフライでエビフライからエビフライエビフライ月見うどん月見うどんエビフライエビフライ担々麺担々麺ね。で今度は担々麺担々麺鍋焼きうどん鍋焼きうどんっていう風にやってもらってもいいし、フライドチキンでもいいしっていう具合に練習してる。最初のうちはこう頭に鍋焼きうどん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 ってアクセントをつけた方がやりやすいですけど、最終的には全部アクセントなイメージで演奏できてるといいかなと思います。そういう風にやってみました。ではやってみましょう。はい、お疲れ様でした。では最後になります。今度は、ちょっといやらしいですよ。203連聞いたことあるでしょ。205連と207連も出てきます。ここはすごくややこしいとこですね。これはどういうふうに考えるかというと、203連とかもなんとなく2拍で3連じゃなくて、ちゃんとこの休符を感じなきゃいけないですね。タヌキイルカ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 、この文字並びだとね、ちゃんとここにアクセントがつく。ワンツータヌキイルカタヌキイルカタンタウタンタンタウタンタンタドタンっていうところが大事。ここにバスドラが入るんですね。あ、右足が入る。タンタウタンって感じて2拍3連を叩いてるか、なんとなくタンタンタン、ここに3つ入ればいいかって思ってるのとはだいぶ性格の方が違ってくるので、そうすると5連符はエビフライサムゲタンエビフライサムゲタンエビフライサムゲタンタンタンタウタンタン、最初前が3つでウタンタン、後半が2つになります。で、7連符に関しては鍋焼きうどんチキン南蛮鍋焼きうどんチキン南蛮タンタンタンタウタン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 タウタンタンタン、でこれが最初その両手で叩いてもらって右手だけになったらちょうどその2拍7連になるのね。このここの点のここのアクセントの部分だけで205連203連になります。でこれを左右そのズレを覚えたらタンタウタンタンタウタンタンタンタウタン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 タウタン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 タウタン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 タウタンタンタンっていう風にしてもらうと203連205連207連っていうのができます。これもね、僕の大好きなフランクザッパなんかでも普通に出てきますからね。5連とか207連とか203連をさらに5連符と6連符と5連符と6連符に分けていくっていうモチーフがいっぱい出てきたりとかね。なのでこう現代音楽とかもう全然普通に出てくるんですけど、まあもうこれはもう本当に特殊なトレーニングなので、そういうこう言葉を当てはめて感覚この
要は四分音符とどうずれてるかっていう感覚を覚えるっていうのがすごい大事なんで、そうするとこう四分音符がすごく強くなっていくんですよ。で自分がキープしていくその四分音符の強さっていうのがやっぱりこう他のことに動じずにどんなリズムがこう来てもちゃんと四分音符キープできるっていうこうやっぱり四分音符キープ力が身につくと思っているので、これをぜひやっていただけたらと思います。では、模範とメトロノーム流します。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。というわけでですね、まあちょっとずつやればいいと思うんですね。特に自分がつまずくところの口語をいっぱいやってみたりとかね、例えば四分音符といきなり7連符とかそういうのもやってみたりとかするといいと思うんだけど、だんだん上がっていくっていうのもやってるんですけど、こうどのリズムにポンって飛んでもちゃんと四分音符をキープしながらできるかってやると、要は自分の中にこうなんていうの、サブディビジョンって言って、あの四分音符の中以外にいろんな細かいこうパルスを感じることができるんですね。そうするとやっぱ四分音符が強くなっていく。やっぱチェンジアップをしっかりやってる人ってまあまあリズムのキープ力が強くなるので、これはすごくリズムトレーニングがめちゃくちゃ有用ですので、ぜひ諦めずに毎日コツコツ頑張ってやってみましょう。なのでこれね、あのもうここからって言ってやって、この練習のとこと、あの模範のとこをずっと繰り返しリピートしてもらえば、どん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 できるようになっていくんではないかなと思って作りました。80が早い人はね、もうちょっと自分でメトロノームでゆっくりにして作ってみたりとかするといいかなと思います。というわけでぜひ取り組んでいただきたいなと思います。メルマガの登録者さんの人にこの譜面とこの文字のたくさんこうやったやつのダウンロードできるようにしておきますので、ぜひ今日ちゃんとしっかり練習してみたいなっていう人はそれを、ダウンロードするために、メルマガ登録お願いします。もしいいなとか役に立ったなと思う人は今のタイミングでチャンネル登録ピッとしてもらうと黒田は喜びます。よろしくお願いします。それでは本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。